<も>う <laughs> はい、皆さんこんんにちちちは、はとですすす本日見ゃんね、ここら見ていいいきたいと思いままよろししくお願いします、えー、この作品でねこうやったのは久々なんですけども久々っていうか初めてかもしれない、えー、前回ねこちらのエピソードを見させていただいた時に、まあ、ラストの方にね、まあ、お父さんが実は死んでいたっていう驚きのエピソードがありましてそれを見てね、うん、意外にもこの作品面白いって思ってしまったわけですよ で今までもその猫の話とかね、怖いだけじゃなくてね、その胸に食ってくるようなね、お話もあって、まあ、だんだんちょっと見える子ちゃんの評価が変わってきました。だからといって、じゃあ怖いところがね、まあ、得意なのかとか慣れたのかっていうと、まあ、そんなこともないんだけども、前回のね、あのちっちゃいおじさんくらいのサイズだったら、まださ、見れるかなっていうレベル、ぜひぜひもう少しね、お手柔らかに言ってもらえたらなと思うんですが、まだ物語の流れ的なものがね、その霊が見えるっていうのは分かって あったけども見えたからどういうお話になるんだっていうのがいまいちまだ分かってないんで解決しなきゃいけないこととかやることとかさそういうものができてくるのかなとかさ、まあ、そういったところに今興味を持ちながらこの作品ね、えー、見ていきたいと楽しんでいきたいと思います <laughs> えーというわけでね、えー、皆さんも録画したものもしくはビデオン・デ・マンド使って一緒にお楽しみください簡単なご案内さましたオンススタートですよろしく頼むぞ ん占いああこれあの子だねあああれだ前の閉店する前うん弟子入りしようとしてるだからこの子もやっぱそういう力がねあるんだ <laughs> お金ね うん、小学生。<laughs> いや、格好で分かってあげてほしいけどな、おばあちゃん。いや、またちょっとまがいものでしょう。ね売りつけようとしてませんあ <laughs> いや、ちょろいな、この子。信じて買っちゃうのか。で、これが前回のお話なのかなえ弟子なんて一言も言ってないけどね。 いやーもうこれくらいの薄さだと助かるな少し <laughs> うーん害ないんだあんなビジュアルでほ、うんとにユリア <laughs> うなれんなーなれんなほんとに。 うん、結構強いんじゃないこんだけ見えるってことはこの子も。てかなんで主人公はじゃあ,あんなはっきり見えるのいや怖がれこんなの怖いんでしょう <laughs> ユリアまあ慣れちゃってんのか当たり前に見えてたからそういうことか。 いや、だから主人公の女の子とこれからあれかな。なんか一緒になんかしてく流れがあるのかな。お互いに見えるっていうことで。んああ、そういうのを夢見ちゃってるんだ。全貌って。 あーちょっと自分のこと特別なのよ、私みたいな感じがあるんだね。なんか痛い目見そうな気がするな。んなことないかな。なんもないといいけどね。いや、ゴッドマザーだから、その弟子入りさせたっていう感じではないと思うけどね。うなんか、ただただお金になったな、この子みたいな感じくらいでしょ。で、だってこの後、えあのおばあちゃんはさ、 俺間違ってるかな時系列的にこれ、あの前にこのさ、お術が弾け飛んだお話の前なのかなって思ってるんだけど、それともまたあのおばあちゃんお店開けてんのあんなことあって。なんかもう引退したような感じなのかなって思ったんだけどな。どういうことだろうか。 ゆりやちゃんがこの物語でどう関わっていくのかっていうのが今興味ありますね。だただただ見えるっていうアニメじゃなくなってくるっていうねそういう流れがそろそろ出てくるんじゃないそっからどういう風に物語が発展していくのかっていうのがまだ僕には分かんないんだけどもそこがねすごい僕の中で大事なんですよ。そこ次第でさらにぐっとね 興味が湧くかどうかの分岐点なんでぜひぜひね何かまた前回のお父さんみたいに驚かせてくれるようなね興味引く展開来てくれればなと思っております <laughs> ねこれすごい歌だよね本当にさあ始まったまた商店街うんまたあのばあちゃんかあほら廃業してる あ,あ、だからやっぱあの時だったんだ。うん。そうだよね。そうだよや。やってんのおかしいと思ったもん。うん。弟子入りできずだね。最高。いや、学校にいるよ。もっとすごい子が。ある種、 いろん違う才能を持った同士の二人がさ、<laughs> もう目の前来たけど。あこれかこんなシーンあったよねあれ違うっけこれは違うか。なんか見てた時あったじゃん。うん。仲良し二人。<laughs> 一応仲良しって人気はあるんだね。あ羨ましく。 うーんだからゆくゆくこれ3人組になっていくんじゃねえ仲良しのもろ <laughs> い術 <laughs> いやどっちが素人なのかもう分かんなくなってきちゃったね立場がえお尻大福 <laughs> お尻うんびっくりしたもう突然はやめてほしい うん。ああ、えぶつかるとどうなのぶつからない方がいいよってことなのかなてか、ゆりあちゃん視点のほんと薄さ、助かるなああ、気づくんじゃないね、俺他の動画にないくらいすっごいカメラ目線で喋っちゃうな。マッチおじさん。あ してるねおじずちゃんといやゆりはなんか疑ってるねあの子は一体みたいな感じで接触してくるんじゃないこれ学校であっこれ主人公か石も,もモブに見えちゃった <laughs> ん来た行ってたそばからがっつり うん、確かめたいんだろうなきっと霊能力があるかどうかでこんな二人揃っちゃって大丈夫なのかねなんか引き寄せそうじゃない力が強い子同士っていやなんか考えがあるだろう、まあ、特に笑うことはないうんうん 怖いなちょっとええなんで何するつもりうんいやいやいやか変な誤解与えそうだね気づいちゃった <laughs> いやこれ多分違うでしょ違うふうに捉えちゃうでしょあのー、女性が好きみたいなさあっえ ああちっちゃいおじさんがいっぱいいる <laughs> ちっちゃいおじさんはね、うん、まだあれなんだわ。けど、業種はしたくない <laughs>、できたら。うん。今までのね、これ。あまあ、もうわかるわな、ずっと見てたら。 見える私なんだえ瓶の蓋なに、うん、何それああ寄ってくるああだからこの間あのお金で、ね、ちっちゃくてキラキラしたで見えるからどうしたの うん、えああなるほどねそういうことかユリアは苦労してきたんだなけど最近見えるようになったばっかだからねそんなにその人との関係での苦労はないだろうないや <laughs> だよね <laughs> いやいや違うないんだよ いや今回のエピソードいいな見れるなガッツリうんくないやっぱり <laughs> 目がもうゴキブリっていう言い張るんだあそこ白を切り通すんだねうんあ <laughs> バカにされてると思ってるもしかしてああなんかあんま良くない関係になっちゃうかもこのままだと。 うーん。あれなぁ。うん。うわぁやばぁ何うわえ <laughs> 突然の。もういい、もういい。もういい。戻ってきた、戻ってきた、ビエルコちゃんが <laughs>。やばわぁ もうここの中でもわかるすごいギロギロしてんのが目がいやーこんなとこ痛くないねそりゃいやむしろよくいたなこんなとこにさ体育倉庫いやそう本当おかしくないだってでかい方が霊能力ってかあれ見えやすそうじゃん、うん、もうでみんな見てほしいんだねやっぱりねこいつらは必ずこの見えてるとか言うじゃん うん。やばいだろうね。<laughs> もう画面いっぱいにいるから全然見れない <laughs>。うん。見せてあげる。え、なんかできんのうわもう目嫌なんだけど、本当に。いや、ダメだったね。今のピシっていうのは。失敗したんでしょあ、けどあれかなみミコちゃんならできんのか。 除霊とかもできるようになんのもしかして。うーん。ばれるよ、このまんまだと多分。安いやつだから。安い数図だからだよ。ええなになにおじさんアナグマさん。うん。えなに 何してんのえどうしてそれを仕掛けてんのいやーもう本当にやめてほしい。もう見た目嫌い。<laughs> 落として、うん。気絶した箱根性的な感じなのかな ああ、今のちょっと見えたんじゃないえー、そんな泣くのユリアちゃんあ落ちたねで運んできたんだあそこに一刻も早く立ち去りたいからの最善の手段だったんだろうな <laughs> いや殺してないけど確かにあんなことされたのな うん、うん、いやどうするかなええ相談しああそうなるの <laughs> 相談して <laughs>。 うんだから助けたってことなのかうん見ないふりしたほうがいいと思う,うんいやユリはどう思ったかなこの対応いやえっ何何 うん、脅されたえ <laughs> え殺すそんなこと言ってないのになんでそうなっちゃうのかなこの子はおつむ弱い気なんだねあの弟子になったと思ったりさ <laughs> いやいやいや勝手にそんなこと言われても許さない絶対とか。 うん、できるといいね。<laughs> 噂になってる <laughs> ああ、見える子か。今のアイキャッチか。びっくりした。いや、もう疲れるし、暑いし、ねえ、しんど <laughs> これ。<laughs> ピーチボーブ、うん。ああ、今の袋がそういうこと えー、もう俺こんな見える人だったら多分夜中でやる気ないかもおお偽いっもう早く送ってこい写真 <laughs> 鬼畜の所業今のスタンプいいね、うん、あー大丈夫ー疲れるあー来る絶対来るなんかこの流れいやほらいるじゃんかもうこの歩道橋渡らないわ俺なら いや、声が怖い。そんなうまい演技しなくていい。ねえ。うーん、頑張れ。もう、しかとしかと。うーん、怖い、怖い。こんなの通れないよ。<laughs> ええやばーもう、 ちょっとそういうのいいからマジでいやええええなになにえ,え,えおばあちゃん嘘えどういうことさっきのだってえ本当にただのおばあちゃんこれ うん、いや、いやいや、本当におばあちゃんかなうん。うん。おばあちゃん生きてるっぽいね。<laughs> 失礼しました <laughs>。なんか人間よそおったりとかすんのかと思ったよ。ああ、徘徊しちゃうのかなちょっとお年ご込みして。<laughs> 全員いれば <laughs>。 うん、あそれでああうあうなっちゃってたんだあえああもう認識してないんだねうんああおじいちゃんのせいあれ生活のお世話とかしてたんだろうね そういうのがまた頭とか使ってて、あれだったのに、亡くなったことによって、喪失感から多分あれになっちゃったんだろう。いや、けど油断したら来そうなんだよね。もう本当に、もうこのカットが、いや、ほらもう、エスパーや、俺。うーん。慣れないなぁ。 人じゃないね。もう間違いない。<laughs> 怖いああ、もう待ってらんないよね。こんなところで。むっちゃいっちゃい。ああ、おばあちゃん邪魔しないで。<laughs> 帰らせて。インターネット。インターネットだよ。もう、インターネットでいいから。 わあえすごいすごい紙だったなんかなんかまだらだった紙がえ何番号言ってんのかどういうことあこれがあれかいやおじいちゃんじゃないよね 何だ ?4?46?31? どういうことかなうんうんオリジナルの画面にした消しちゃう <laughs> あ四 !4631 うんおばあちゃん何だ今のラストの今のセリフ。 えおばあちゃんなんだえっもうん、突然のあ金庫の番号あー思い出したんじゃない4631そういうこと うんあ思い出の品かなんかなのかなあこういう話でいいんだよってことはあれお父さんかやっぱりあんな見た目だけどうんはっきりしてる一時的かなけど まあこういうふうに戻る時もあるもんね俺も最後おばあちゃんそんなだったけどいやけど怖いんだよなちょっと見た目がねえ <laughs> おばあちゃんのあれだとしてもああありがとうって言った言ったけど見れない <laughs> ごめんねおじいちゃん <laughs> ここっちか、これがあれ亡くなる前に <laughs> いや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 それはさすがにさ人んちで豚汁はんじるわうん今の写真見て逆にお父さんとかに会いたくなっちゃったんじゃない家にいる。 お土産いいっぱいもらったね今から帰りよいやんなんだああ、なんだよ違うだろ違うだろもうもう。もう <laughs> ね、これどうにかなんないかな本当にエンディング、はあ、もうなんかうんエロが足りなかったね <laughs> あんまエロをこのアニメに求めてない人も見るみたいだけど僕と同じようにこのアニメにエロを求めてる人もいるわけじゃん俺は今回はちょっと足りなかったと思うな で、前半のユリアちゃんのお話ね、なんか変な誤解されちゃって、頭が少し弱い子なのかなって印象を持ったけど、これからあのユリアちゃんがどう、このみこちゃんと関わっていくのかっていうのは、楽しみなような気もするなと思います。<laughs> なんだ楽しみなような気もするなって。で、ラストの方のお話ね、まあ、あれはすごい良かったね。 あの、お父さん。おなんか、お母さんのね、番号、開けたかった金庫、多分ずっと開けたかったんだろうね。失敗して。で、それを、あの、娘さんは多分ずっとそばで見てたんでしょう。で、それが今回開けることができてっていうのは良かったね。あの、串もあるだけど、中になんかね、手紙も入ってて、お父さんから多分もらったんだろうな。若い頃とかに。そういう、大事にしてるっていういいエピソードでしたね。あ、出た。 またこの並ぶやつ変な列並ばないでねまたどんだけみんな並んでんのどんだけ好きなのよ君たちもねえいいからもうその目うーん口臭そうだしうんまたここに来てんのかい今ラストにいいけどあの体育倉庫のやつが出てきたってことはなんかこれから先あいつまた登場してくる流れなのかな,なんかこっちに向かって喋るんのが癖なきゃしょ とりあえずね、なんかビジュアルはまあ、しょうがないとしても、お話として本当にね、いいお話が最近続いているので、まあ、そこら辺はね、評価して楽しく見れております。えー、また来週もね、こんな形で見ていくと思うんですけども、それでも見て楽しめる方はぜひ一緒に見てもらえればと思います。はい、というわけでね、以上動画うとつがお送りしました。また来週お会いしましょう。